エリーのトリビア講座、イエーイ。日本では馬で公道を走ってもいいことになってるじゃない？だからもちろんお酒を飲んで馬に乗ったら飲酒運転になっちゃうんだって。飲んだら乗るな、落ちたら落馬、馬だけにうまい。アンビリーバボー。じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。3月12日、もう2ヶ月も前の話ですが、岡山で開催されましたゲームインパクトのイベントに、こういった5本で2000円のファミコン福袋が販売されていました。4袋、合計20本買ってきましたので、2週にわたって開封していきたいと思います。というわけで、今回開封するのはこちらの10本です。すでにね、現地で5本は、開封して確認しております。なので、ただの紹介になっちゃうんですけど、なんだ開封じゃねえじゃねえかって言わずにね、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。ではね、まず開いてる方からいきたいので、右側からね、行ってみましょうかね。はい。で、現地ではね、結構色当てクイズでね、盛り上がったんですよね、開封するときにね。なんで皆さんもね、この形、この色ならこのソフトじゃねえかっていうね、風に予想しながら見ていただくとより一層楽しめるんじゃないかなと思っております。じゃあね、これ行ってみましょう。一本目はこちら。はい。水戸黄門天下のご意見番ですね。3ソフトの、ゲームということで、このゲームはね、印象に強いのはもう合成音声がふんだんに使われてるゲームで、アクションアドベンチャーになってるんですけど、こう事件をね、こう情報を収集して事件を解決するっていう、ゲームなんですけど、結構ね、時間制限があってシビアなんですよね。難しいイメージがありますね。はい。ということで、1本目、水戸黄門天下のご意見番でした。じゃあ続いてこちらのピンクのソフトですね。ピンクのソフトは、こちら。はい、高橋名人のバグってハニーですね。高橋名人の冒険島がすごく売れて、それがアニメになって、でアニメから、もう一回ゲームになるっていうね、結構特殊な、経緯をたどったものになるんですけど、アクションゲーム始めたのに、ブロック崩しをさせられてるというね、なんか不思議なゲームですね。はい、もう何本もね、持ってても何本目かわからないそうですね。はい。ということで、2本目、バグってハニーでした。で、バグるって言葉もね、なんか多分この辺で覚えたような気がします。はい。じゃ、赤のソフトがね、2本あるんですよ。で、これもうね、わかんない、正直。はい。ということで、こちらの赤は、こちら！はい。キャプテン翼ですね。漫画原作の、いわゆるキャラゲーになるんですけど、で、サッカーなので、普通だったら期待が持てない。あんまり当時としてはね、キャラゲーでスポーツって言ったらね、なんかやべえんじゃねえかっていう香りがするんですけど、これはね、すごくよくできたゲームで、いわゆるスポーツゲームというよりは、
サッカーを題材にしたシュミレーションゲームっていう感じで、もうね、新しいジャンルを作ってしまったっていうぐらいね、画期的なゲームで、これはめちゃくちゃ面白いです。まあシリーズ化もされてね、大変評判がいいゲームですよね。はい、ということで3本目、キャプテン翼でした。はい、じゃあもう一つね、赤いカセットですね。はい、ということで赤いカセットはこちら、長靴を履いた猫、世界一周80日大冒険というゲームなんですけども、ま、これはね、ま、東映アニメーションのマスコットキャラであります長靴を履いた猫の主人公ペロを主人公にした、ま、横スクロールアクションになるのかな。結構ねバランスが悪いから難しいのか、意外に、見た目ほど優しくないというか結構シビアなゲームというイメージですね。はい。まあね、東映アニメーションの長靴を履いた猫を、結構、アニメ作品もあるんですけど、結構古い作品なんですよね。で、私の世代でも、その元アニメを知らない人が多いのに、まあ、これを東映アニメーションが作ってしまうっていうね、結構賭けに出た作品だなと、今にして思えばね。はい。そんな風に思っております。はい。ということで、長靴を履いた猫、世界一周80日大冒険ということで、結構ね、これ何回もね、死ぬんですよ。はい。ということで、4本目でした。じゃあ5本目。でね、この5本目はね、現地でもほぼわからなかったんですけど、多分会場で一番若い人が当てたんですよ。多分その方はね、20代ぐらいの方だと思うんですけど、なぜか、その方が知ってましたね。で、結構珍しいゲームかと思います。福袋で出てこないと思います。なのでね、私も初めて手にしました。ということで、5本目はこちら、ルーカスフィルムゲーム、ボールブレイザーというゲームですね。はい。まあ、マイナーなゲームだと思うので、まあ、この動画でね、こんなゲームあったのって知る方も多いかもしれないですね。で、ゲーム内容はというと、ですね、まあ、SF 版エアホッケーみたいな感じなんですけど、視点が、その、ホッケーの、まあ、こう上から見下ろすとかじゃなくて、3D の画面なんですよ。これゲーム画面出さないとちょっと分かりにくいと思うんで、ゲーム画面出しとくんですけど、3D 視点で、まあ、やるエアホッケーみたいな感じで、これはなかなか操作も難しくて、ルールもね、それが分かった上でないと、裸ソフトで手に入れて、やろうと思ってもちょっと難しいゲームですね。だから、発想とかはすごく面白いけど、まだ人類にはまだ早いっていうゲームですね。はい。で、これルーカスフィルムですから、当然ジョージ・ルーカスの、まあ、手掛けたものになりますということですね。はい。ということで5本目、ルーカスフィルムゲーム、ボールブレイザーでした。スターソルジャー。スターソルジャー。二本目。オフス。じゃじゃん。ちょっと犯人はやっす。もういきなり通じる。タイトル言わねえ。これバックアップ。
続きましてはこちらの5本、見ていきたいと思います。でね、私もまだ中身を知らないですから、何が出てくるのかとちょっと楽しみでございますが、はい。で、まあね、黒1、2、3、4に白1本ということで、まあ色分けでね、予想しようにもですね、これはわからんですね、正直。色で予想しようがないですね。黒も白もね、ファミコンソフト結構多いので、わかんないんですよ、正直言って。よいしょ。よし、これでいいかな？はい。はい、じゃあね、ちょっと、ビニールがガチャガチャ言うと思いますけど、それはちょっとご了承ください。では、1本目、右からね、いきたいと思います。1本目は、こちら！お！コナミのトップガンですね。これ 3D 視点のシューティングゲームだったと思います。結構よくできたゲームだと思いますが、難しいイメージがあるな、これ。で、珍しくね、コナミなんだけど、カセットの形が普通の形なんですよね。コナミだったらね、コナミ独自の形状でここに穴が開いてるものなんですけど、このトップガンとね、一部のソフトをね、まあ、普通の、ファミコンのカセットカートリッジの形なんですよね。はい。ということで、1本目はね、トップガンでした。まあ、トップガンといえば、ね、映画に、からのね、あれですよね。映画原作ありましたね。はい。ということで、2本目いってみましょう。2本目、対等っぽいな。はい。お、アルカノイド2ですね。はい。まあ、ブロック崩しゲームということで、ね、某、有名声優さんが得意な、ね、ゲームですけど、これ確か専用コントローラーがないと、まあ、遊べるのは遊べるんですけど、専用コントローラーないと結構きついという話は聞いたことがありますね。はい。まあ、ブロック寿司ゲームもね、非常にシンプルなんですけど、こう、時間を忘れてできる面白さがありますよね。これは、専用コントローラーちょっと、どっかで調達しないといけないな。はい。ということで、2本目は、アルカノイド2でした。ね。ね、対等だっていうのは合ってましたね。はい。次、白いカートリッジ。ドラえもんとか？でも、白いっぱいあるんだよな。いっぱいありすぎてわかんない。はい。ちょっと倒れそうになってる。じゃあ、こちら！ハイドライド、ハイドライドスペシャルだ。はい。あそこにもあるけど。はい。はい、ハイドライドスペシャル。まあ、パソコンからの移植の、まあ、アクション RPG ですよね。で、これがね、ノーヒントで謎を解いていかないといけないので、めちゃくちゃ難しいです。だから攻略法が分かってれば進められると思うんですけど、結構難しいゲームですね。だからね、子供からすると、もう、なんじゃこりゃって言ってしまって、やっぱ当時はね、もう、まあ、ドラクエとか、ゼルダの伝説とかもありましたからね。まあ、埋もれていってしまったゲームの一つかもしれないですね。はい。ということで、ハイドライドスペシャルでした。まあ、ちなみに私3はすごく好きですね。3は大好きです。はい。じゃあ続いて4本目。ね、倒れちゃうとね、わかっちゃうんで、倒れないようにしないといけないですね。あ、FF マークついてますね。じゃあ割と新しいかも。黒で FF 結構時代が新しいな。ドン！ハットリスですね。これは。これはまあ、落ち物パズルですね。なんかどっかの、福袋でも出たな。これは。
まあでもこれもね、面白いゲームなんですよね。普通の落ち物パズルだったら高さって、ブロックの高さってあんまり、こう、なんていうんでしょう、一つ一つのブロックの大きさってあんま変わらないじゃないですか。だけど、帽子って、シルクハットがあれば、かと思えばハンチング帽みたいなのがあって、こう、帽子の高さっていうものが結構、あるんですよ。で、それが結構ね、クセモンなんですよね。で、そこが、ゲーム性につながってくるということで、結構発想としては面白いんですよね。ただの落ち物パズルよりも、一味加わったものっていうイメージですね。はい。ということで、ハットリスでした。確かにハットリスはね、結構、古いゲームではないですね。新しいゲームですね。はい。はい。ということで、栄えある、今回のね、10本目。この袋で言うと5本目の作、ゲームですね。はい。ちょっと先にビニールを取りましょう。さあ、泣いても笑ってもこれが今回最後ですよ。ちょっと裏チラ見しとく。あ、裏 FF マーク書いてある。で、赤でバックアップって書いてますね。RPG とかの可能性が高いですね。でもドラクエじゃないな。ドラクエこの色じゃないもんな。裏のね、ラベルの色はね。こちらだ！あ！ダウンタウンスペシャル、クニオくん時代劇だよ、全員集合ですね。これは、RPG といえば RPG かな、アクション RPG というか、ダウンタウンスペシャル、クニオくんの、シリーズということで、時代劇、に置き換わ、キャラ、キャラはそのままで、舞台設定が時代劇に置き換わっているということで、日本国中をね、巡るような、結構広いマップをね、歩き回るような作品なんですよね。で、二人対戦もできたりとかする、プレイですね、できたりとか。そういうところで結構友達とワイワイやりながらできるゲームだったりしますよね。いやー、福袋に入っているとクニオくんシリーズやっぱ嬉しいですね。これね、あんまり実はね、やったことないですけど、いずれはね、ちょっと腰を据えてやりたいと思ってるクニオくんシリーズの一つだったりするんですよね。時間かけてやれば結構、クリアまでいけるというか、ストーリー自体も面白いんじゃないかなと思ってるので、これはね、やりたいソフトの一つなんで、すごく嬉しいですね。はい。ということで、ダウンタウンスペシャル、クニオくんの時代劇だよ、全員集合でした。いかがだったでしょうか？今回は、ゲームインパクトで購入してきた、ファミコン福袋の前編でした。改めて、10本並べてみたんですけれども、ギャンブル系とかね、あとはハードオフの青箱に入ってるようなね、スポーツゲーム。ああいったものがね、入ってなかったっていうのがね、正直嬉しかったですし、このボールブレイザーはね、もう存在さえ知らなかったニューゲットの、ソフトですので、相当嬉しかったですね。なのでね、まだ開けてないあの10本。何が入っているのか非常に楽しみです。ということで、後半もですね、ご期待いただけたらと思います。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。